はい、今回は岸田の終わりを示唆するトップニュースということで考えていきます。旧東丸関係者からリークされて明らかとなった件、こちらがですね。ニュースになっておりますのでえー、今回こちらを考えていきます。今回もよろしくお願いいたします。まあ、岸田がですね。これで終わりにまあなってくれるんじゃないか？っていうか、まあこれで終わりになってほしいなっていう。まあ願いも込めてなんですが、まあ、何かって言うとですね。岸田はあの遠回りのまあ、関係者と会っていたことをまあ、とぼけていたりとかね。 隠していたりとかっていうことなんですが、その相手側からですね、このことをリークされたんですよ。で、こちらの件、少し前にもお伝えさせていただいたんですが、まあ、ニュース、あとですね、まあ、こちら SN、SNS もとても注目の話題なんで、であのまあ、日本っていうのは、まあ、それがなかなか難しいんですが、政教分離っていうものになってるんでね、自民党と東丸がまあつながっている、公明党とせんべいがつながっているっていうことはほ、本当はいけないんですよ。それがまかり通ってしまってるんですが。 しかし、そのつながりをですねずっと隠し続けているんですが、今回、岸田と東丸の関係が、この東丸サイドからですね明かされたっていう、まあそういったことで、これっていうのは、岸田の終わりをま示唆すると、そのように考えられるということですね。で、まニュースに入る前になんですが、まそのニュースまあ情報がですね明かした内容があるんですが、まちょっとこちら、うまくお伝えできるかわからないんですけど、お伝えしていきます。 岸田の証言すすべてて相手側が否定してるんですよどういうことかというと岸田はですねまあ、このまあ面談ってあとでニュースに出てきますが面談はですね元下院議長の申し入れがあったとかね UPF 側の同席は承知していないとか名刺を交換した覚えはないとかっていうんですがこのキングリッチ元アメリカの下院議長が面談は UPF 側の手配であったと UPF 側も 同席していたと名刺交換していたとつまり岸田が言ってることをすべて否定しているわけですよ岸田もう言い逃れできないんですねだから岸田と遠丸がズブズブであるっていうことがこれニュースでわかってるんですよでどちらかというと sns の方が動きが早くてえまあそういったことがこちら非常にですねなんて言うのかなえまあおかしいじゃないかって僕も思いますしリスナー様もおかしいとま思われると思うんですよそのことが大きく話題になっているんですね でこのキングリッチに同行した旧東丸のマイケル・ジェンキンスと岸田が握手してるっていうんですがそれをですね岸田をとぼけて、まあ、その東丸の人間とは面会してないとかって言ってるんですけど嘘がうそがばれてるわけですよでたらめバレてるじゃないかっていう話です。でさらに言うと まあこのね握手もして、東丸の関係者と握手もして、一緒にコーヒーを飲んで、それでも記憶がないとかって、岸田はとぼけてるわけですよ。完全に国民のことを見下してるわけですよね。で、この話の真偽がわからないんですが、まあ、この相手側からこのことを明かされたんでね、だからもうばれなければ別に、何んとでもでたらめをまかり通そうとしてるっていうことです。自民党と東丸の関係、も、まあ、っと言えば岸田と東丸、安倍と東丸っていうのはずぶずぶってことです。 だからもう、そういったね、えー、腐敗したあその自民党を終わらせないといけないということで,で、自民党っていうのは、売国政党そのものですからね、うん、安倍もそうです、安倍,安倍がもう本当に、ね、安倍の祖父の岸信介の代から岸信介、安倍晋太郎、安倍晋三と三代揃って、遠丸と、ねえー、自民党ずぶずぶっていうことなんで、それはあのー、もう、なんていうの、遠丸に忖度してるわけですよ、あと宗主国、米に忖度してるわけですよ、話にな,ならないわけですね。で岸田っていうのは 先ほど自民党本部で、えー、まあ、人と会ってる岸田覚えてるんですよただそれをその政権分離もそうですし遠丸との関係を探られたくないから、えー、とぼけてるんですがあまあわかってるわけですねでこれニュースにも出てるんですが、えー、安倍がですね岸田をこの遠丸の人間とまあ合わせる安倍の要請だったっていうまあ安倍が、えー、要,要請要要望したっていうことなんですよねでは先ほどお話ししましたが、えー、安倍晋三っていうのはですね遠、えー、丸うー ね、自民党あるいはですね、えー、安倍晋三と C−A っていう、まあ、そういったものとズブズブなんですが、えーまあ、要するに、えー、安倍っていう売国度が、まあ、悪いということは分かってるんですが、まあ、その岸田っていうのはその下にいたんでね、うんまあ、安倍と、まあ、同じようなことをやってるっていうわけですよだ安倍の正体っていうのは安倍をよく言う人がいるんですが安倍の正体って何かていうと非常に単純なんですよ売国度です。とと忖忖度忖度すするるる、まあいは国米それ以外にも 財務省、まあねまあ、それ以外、まあ、防衛省とかかな、まあ、そういった各省庁ともまあ忖度するっいうことで、まあ、言うなれば、うん、あの安倍は遠丸の言われるがまま、宗主国米の言われるがままっいうことです、安倍イコール遠丸とってことです、で岸田イコール遠丸とってことです、で岸田っていうのは遠丸の言われるがままのことをしてです、ね、総理大臣にしがみついてるっていう、それが実態なわけですよ。 もも岸田も遠丸の言いなり、売国土ってことです。話になりません。こういった人間が日本のか、ね、じを切ってるんで僕たち日本国民の生活がすごく苦しいんですよ。っていうここまでがあまこの SNS とかの、ま、話になっている、えー、内容です。で今度、ま、ニュースになってるんですが、ま、そのニュースをちょっとここから考えていこうと思いますがあの岸田はですね、えー 東丸のトップと会ったこと、面談したことを承知していないととぼけてるわけですよ。で、証拠の写真が出てきて、えー、まあ、それでもまだ承知していないとか、同席者を承知していないとかって言ってるんですが、これがですね、12月7日に話の展開が変わったんですね。岸田が2019年にキングリリッチ元アメリカののの議長と面談した際旧東丸の関連団体 UPF カジクリっていう人物とアメリカのマイケル・ジェンキンスっていうのも同席していたということでこのキングリッチっていう人がですねその話を事実だと答えたんですねでキングリッチはその時会話をしたとかっていうのも言ったりとか写真を提出したんですよでそこにキングリッチっていう人物と岸田とこのカジクリっていうのとジェンキンスが4人写っていたっていうことで。 岸田とぼけようがないんですよだからこのキングリッチっていう相手側に情報提供されたっていうことですね。2019年の10月4日に自民党の本部で岸田が面談したんですよ。岸田、カジクリ、ジェンキンスとキングリッチの4人かな。これで面談したわけですよ。完全にズブズブなわけじゃないですか。でその時の状況、話、あるいは写真をこのキングリッチっていうのに明かされたっていうことですね。 岸田は、えー、この2019年にキングリッチとお、まあ、面談したあ旧東丸の,、えー、この友好団体 UPF っていうのねだこの UPF っていうのが東丸ってことですよで、えー、このキングリッチっていう人が言うにはあこの UPF が手配したっていうことですねうん。でこれキングリッチが明かしてるわけですよで岸田はあ覚えてないとかって言ってますが名刺交換をしてる時の写真をこのキングリッチっていうのに、えー、まあ出されてるわけですよねうん。 で、えーまあ、岸田はですね、えー、キングリッチがあ、まあ、その申し入れをしてあったとかって言ってますが実際のところはまだ真相わからないと言いますが、東丸が、えーまあ、日本とアメリカの間に入り込んで、えーまあ、そういったも仲介をした可能性っていうのがあるんですよね、うん。そのキングリッチっていう人の話ではこの UPF のカジくりあるいはですね、アメリカの、まあ、教団で UPF のマイケル・ジェンキンスが同席して岸田も、まあ、同席して話をしたということで。 で、upf があー手配したっていうことなんですよ。だからど,どういうことかって言うとえトーマルがですねえー。日本とアメリカの。まあその何て言うんでしょうね。えー、まあ、そのつなぎ役をやったっていうか。まあその仲介役をやったっていうま。あそういった話なんですが、それを岸田はとぼけてるわけですよ。でえー。この？ UPF がでもともとはあの安倍がこのキングリッチと会談しようということなんですが安倍が時間が取れなかったんでその安倍の下にいた岸田をその会合に出すように出させたっていう,、まあ、いうことあるいはです、ね、安倍の要請で岸田が出てきたっていうことを言ってるわけですよ。 UPF の間に安倍とキングリッチの面談があったんですが、安倍が時間の都合をつかなかったら岸田が出てきたということで、これがバレると、安倍と遠丸の関係がバレるわけじゃないですか、安倍っていうのは遠丸とズブズブ、えーね、安倍っていうのは宗主国米とズブズブなわけですよで、岸田っていうのは当然それを知ってまして、その安倍が来れなかったから岸田が行ったとっいうことなんですよ。 でちょっとここからが難しいんですがあ僕は本当ね、えー、正直言ってそのアメリカの,、まあ、その話がまあ難しいんで何度も言い,言いかねるんですが。 このキングリッチっという人があのこの共和党の、まあ、右派っていうことなんですね、だという説なんですよ、キングリッチは共和党の右派で、えー、旧東丸とつな、まあ、がりが深いということなんですが、えー、その共和党ではなく、民主党の方がですが、ね、民主党がこの旧東丸に対して、まなりくしゃ圧をかけたりとか、東丸をどうにかあ、まあ、しようとしているということで、このお、まあ、共和党と民主党の関係ですよね、キングリッチイコール、うまあ、共和党右派イコール、東丸。 でそれに対して民主党が東丸を、まあ、どうにかしようとしているという、まあ、その背後のアメリカの関係が実は今回の,このニュースに関係しているのではないかというそういった説がいくつかありまして、まあ、そうなのかなと思うんですがちょっとここら辺に関しては分かりかねるところがあるのでちょっと何とも言えないところがあります。たたただでですね岸田がががととつなながりがあったっていうことをこう明明かかされて明らかになったので 日本国民がこのことに気づいて、ですね、えーまあ、もう本当に岸田の退陣、さらに自民党政権のもう、ね、交代、あるいは自民党の解体、そちらに向かうことが、ねえー、いけるんじゃないかという話です。でその日本のはですね、そのは自民党と遠丸、公明党と選んべいというのは、完全にこれ、政教分離違反なんですが、これをあのどうにもできないんですよ。たただし今回はこういったもう情報が出てるんで、 ここから岸田の対人、え自民党の政権交代にま行けることをま願っています。で、多分ですね、これ行けるんじゃないかなって僕ちょっと期待してるんですよ。まあ、リスナー様も期待されるかもしれませんが。 この岸田の終わりを示唆するこれトップニュースだと思ってまあいろんなことが言われているんですがまあ、僕なりにえまあ、調べたことや思ったことを分かる限りでお伝えさせていただきました僕たち日本国民がですねよりよく過ごすためには本当に岸田のねえ退陣あるいは自民党の政権交代が一刻も早く必要であるとまあ、そのように思いますということで今回はここで終わります最後まで聞いていただきましてありがとうございました。